スタートは静止した状態から一気にスピードを上げなければならない。ボルトは身長1メートル95センチ、体重96キロ。この巨体を加速するためには凄まじい筋力が必要となる。10メートルからの加速区間、前傾姿勢のまま徐々にスピードを上げていく。20メートルを超えると次第に上半身を起こしていく。トップスピードへのギアチェンジのサインだ。